ネルヘイスは死後1秒で時間停止した。その魔力をチップにする覚悟は終わりか？良いのか、俺の命をかけずに。面白い、丸裸にしてやろう。いいだろう、ゼクト。ゼクト、では遊戯を始めよう。俺の配下で神の子の可能性があるのはこの4人。最初の予想だ。神の子は俺の配下にいる。正解。神の子はミーシャだ。不正解。神の子はサーシャだ。不正解。神の子はゼシアだ。不正解。神の子はミサだ。正解。下船な。ジークが嘘の権利を使ったならば、4人は神の子ではないが、神の子は破滅の魔眼を持っている。正解。あの融合体。神の子は純粋な魔族ではなく、不正解。残ったのはあの融合体。つまり俺は神の子の名を知らぬ。不正解だ。さあ次が最後だ。だがもう遅い。知恵比べに乗った時点であなたは負けていたのだ。さあどうなさるか。勝負を破棄する。いや、誤ったな魔王。5 4 3 2 1。それで終わった。お前は逡巡もなくメルヘイスの根源を消滅させた。暴虐の魔王に勝利していけるのだ。悔いはない。遊戯とはいえ我が君に勝ったとは妄想するだけで不敬なこと。何？なぜ生きている？まさか疑似根源を作ったとでも言うのか。だがいつそれを。とは言わぬ。俺と戦おうなどと考えた時点で、とうに負けていたのだ。